新道や湖市は国道8号にある福井県と滋賀県の県境にまたがる峠である。福井県鶴ヶ市と滋賀県長浜市を最短で結ぶ交通の要所といえる。別名、新新佐古市。北陸地方の主要幹線である国道8号においてかなり大きな峠に分類される。標高は260メートルであり。 鶴ヶ富士とも呼ばれる、野坂学を含む野坂山地を越える数少ない道である。鶴ヶ市引田で国道161号が分岐しこちらは、滋賀県高島市へ、8号は長浜市に向かいここが、滋賀県におけることを古際の北端であるとも言える交差点である。この振動や古市の下を北陸本線新坂トンネルが貫いている。 古くはここには新佐古市と呼ばれる道が存在しており、古来から北陸、若狭地方への入り口として賑わっていたが、江戸時代に入ってからこの新道や古市が開かれたため、現在では古道のハイキングコースとなっている。峠道ではあるが、都反車線もあり片側一車線でも十分な道路幅が確保されている。またこの峠から福井県道、 滋賀県道140号敦賀谷長瀬線が分岐しており、若干の悪路ではあるが、滋賀県長浜市の国道365号にショートカットしている。そのためこの2本の道を使い分けて走れるので、海水浴シーズンでもない限りこの峠ではあまり渋滞は起きない。ありがとうございます。